日本は浅草商店街の土産物店。2011年。イギリスはロンドンの土産物市。2004年。アイスランドの土産物店。2005年。極地で土産物を売る富士山山頂で山小屋、大木屋が運営している売店。2009年。土産は知人や園者に配る目的で旅行先などで買い求める。その土地にちなむ品物のこと。または知人や 縁者の家宅など、訪問先を訪問する際に感謝を込めて持参する、新物のこと。後者の場合は、手土産という言い方もする。旅先で見聞きした物事や体験などを語って聞かせる、ことを土産話という。新物であることから丁寧語の窃盗字をつけ、お土産と称するのが一般的である。日本では、知人や友人に渡すことを目的とした土産は、 日本独自の習慣であるとの俗説があるが、少なくとも現代の東、アジアや東南アジアでは一般的であり、日本独自の文化ではない。また、それとは別のこととして、欧米文化圏には旅の思い出のお裾分けなどという概念は存在せず、それを含意した土産という習慣もない。近い概念として記念品を意味するスーベニアがあるものの、 これは他者に配るものではなく、自身のための記念品を指す。土産は元来、土産、または土産と読む漢語で、土地の産物を意味する。現代中国語でも同じ意味である。土産の語源は、諸説あり、などと言われる。室町時代以降、土産を、土産と熟字訓んで読むようになった。ただし、土産と読んだ場合も、土産の意味で使われることはある。 家に持ち帰る土産のことを言えずとという。土産は一般的に手渡すものであり、宅配便などで知人などに送付することは稀である。いわゆる観光地や鉄道駅、空港など交通機関のターミナル施設では土産の専門店が軒を連ねることが多い。土産の製造、販売は地域経済において大きな比重を持っている。また、 ロンドンが顕著であるが、地方の観光地において、土産品をおくしが立つことがある。日本では、現地で土産を買えなかった時でも、基礎に新幹線など長距離列車の車内販売を利用すれば、沿線の名物を購入できる場合がある。大阪、梅田の地下通路では1951年から2014年3月まで、全国各地の名産販売店が集まる。 阪神百貨店ふるさと名産が営業していた。実際には行っていない旅先の土産でも買えることから、アリバイ横丁と呼ばれていた。21世紀初頭前後には、物流の発達により、土産として人気がある遠方の物産を、通信販売や、都市部の百貨店、自治体アンテナショップなどで購入することも容易になっている。パッケージツアーなどでは、工程中に、 土産物店への立ち寄りが大概含まれている。土産としては、土産菓子、工芸品などが多く取り揃えられている。漢字で、土産と表記するように、通常はその土地の名産物、特産物が多い。日本では、ペナントが流行した時期があった。21世紀初頭前後の時代には、菓子以外でも、地域限定商品が増えている。訪問先に持参する沈没では、 訪問者が住む土地にちなむ物品のほか、一般的な雑貨、食料品など多岐にわたる。訪問者が生産、獲得した農海産物を持っていく場合もある。新物全般について、土産と称することから、以下の事象についても、この故障が用いられる。ありがとうございます。